ました。で今ちょっと楽器の紹介をしてみたいかなと思うんですけど、インドネシアのバリ島のガムランなんですけど、なんか鉄琴みたいなのがすごくたくさん並んでると思うんですけど、これで鍵盤下に、ね、竹があるんですね。で竹の共鳴帯がついてて、そこに音が響いて音が鳴ります。で1オクターブに音が5つあります。ちょっとじゃあ弾いてもらいますね。あ、はいはい。はい、はい、そうですね。こんな音階です。ちょっと沖縄の音階に似てますよね。こんな楽器です。それで、今の一番下の楽器で、メロディーを、主旋律を弾くんですね。で、ちょっとじゃあ、あれですね。今の曲を説明すると、ギラって言って八拍の曲を今やってたんです。で、八拍でメロディーが一周します。うん。で、ちょっとじゃあ、弾いてもらいますね。はい、せーの。周期を表すあれが入ります。それゴングで周期を表します。はい。それで、他のたくさんの楽器、鍵盤の楽器たくさんあるんですけど、それでいろんな装飾を今やってたんですね。うん、でそれがとってもキラキラした音で聞こえて綺麗だったかなって思うんですけど、こんな感じでやってます。なんでメロディーが繰り返ししてるのを聞きながら、それにくっついてくる装飾のキラキラした音を聞いてもらうと気持ちいいかなと思います。はい。で、次の曲なんですけど、バリスっていう、戦士の踊りの曲をやります。戦士がこれから戦いに行くぞっていう、勇ましい曲なので、踊りよく見ていただけたらいいなと思います。で、この踊りは、伴奏がちょっと難しくって、踊り手の方から合図が来るんです。決めのポーズをしたいから、決めの音をくれっていう合図が来るんですね。そしたらそれでジャンって決めの音を入れるっていうのをやるので、演奏と踊りがこう一緒にコミュニケーションを取りながら一緒にやっていくっていう曲なので、それも、で今の曲はさっきのギラって言って八拍で一周する、ゴムなので、短いメロディーを繰り返しながらそこにその決めのパターンがどんどん入ってきて、かっこいい戦士がこう戦いに行く場面を表現しています。じゃあちょっとその辺も楽しんでみてください。バリスです。Thank you.